グレゴリオ・ヘススヒル・イヒルは、スペイン・ソリア県、エル・ブルゴデ・オスマ出身の実業家、政治家、サッカークラブ経営者である。極右政党、グルポ・インデペンディエンテ・リベラル所属。1991年から2002年まで、マルベイリア市長を務めた。1987年から2003年までアトレティコ・マドリード会長を務めた。1933年3月11日に、ソリア県、 エル・ブルゴでオスマに生まれた。四人兄弟の長男である。ブルゴス県アランダでデ・トゥエロのパドレス・クラレティアーノス、学院で初等教育を受けた。経済学の勉強から離れ、自動車部品店で働き始めた。結婚して四人の子供を設けた。1960年代には、ゲーテッドコミュニティの建設会社を経営した。セモビア県、エル・エスピナールの サンダファエル地区に建設した複合施設は1969年6月15日に崩壊して58人が死亡し多くの負傷者が出た。ヒルは懲役5年の判決を受けたが18ヶ月後の1971年には400万ペセタを支払ったことでフランシスコ・フランコ総統によって恩赦された。2004年5月14日、マドリードにて脳血栓で死去した。 71歳。1981年には、サッカークラブのアトレティコ・マドリードの会員となり、1987年6月26日には、選挙に勝利して会長に選出された。前任のビセンテカルデロンに共感する、フロント陣や選手を一掃し、息子のミゲル・アンヘル・ヒルマリン、親友の映画プロデューサーであるエンリケ・セレソを、フロント陣に加えた。 1992年にはクラブの下部組織を閉鎖し15歳だったラウル・ゴンサレスはライバルのレアル・マドリードの下部組織に移った1996から97シーズンの UEFA チャンピオンズリーグ準々決勝でアヤックス・アムステルダムと対戦した際にはアヤックスの選手の多くが南アメリカのスリナム出身であることからアヤックスを FC 混合共和国と揶揄した。16年間にわたってアトレティコマドリード会長を務め、この期間に26人の監督を起用した。自身が気に入らない監督をすぐ解任することから首切りヒル神の名を持つミロチンと呼ばれた。2003年5月21日にはアトレティコマドリード会長を退任し、エンリケ・セレソが公認の会長に就任した。 1991年には、極右政党、グルポインデペンディエンテリベラルを設立して、自らが代表となり、同年には、アンダルシア州マラガ県のマルベイリャ市長に就任した。市長者に、フランシスコ・フランコの共造を設置し、売春婦やホームレスの虐待を叫んで通りを歩いた。昼はサンド・マルベイリャ市長に再選された。1980年代から1990年代に、 かけて、マルベイラ市の警察官の多くはヒルによって間接的にスペイン外人部隊や他の軍隊に招集されている。2002年4月には28年間の公職追放処分を受けたため、マルベイラ市長を辞任し、短期間だが投獄された。2008年には、テレシンコがヒルについてのドキュメンタリー番組を制作した。ありがとうございます。